秋山翔吾、今週中にも広島入団会見鈴木本部長明かした仰天、吉報、一部始終、どういう風に吹いてどう改札に入ったのか覚えていない。広島は27日、米大リーグ、パドレス参加 3A エルパソを自由契約となっていた秋山翔吾外野手、34、の獲得を発表した。古巣のセーブや資金力で勝るソフトバンクとの争奪戦を制し、マツダスタジアムで取材に応じた鈴木生命球団本部長、68、はびっくりした。3年契約で年俸は総額4億円程度と見られる。今週中にも入団記者会見を行う見通しだ。5連勝で勝率5割に復帰した26日の DeNA 戦、横浜、5。新横浜駅へ向かうタクシーの車内で秋山からの電話を受けた鈴木球団本部長は、強行鳴らせて待っていた答えだったはずなのに、驚きのあまり、マジ簡単不疑問符、と聞き返した。カープにお世話になります。22日には9年間在籍した古巣、西武、23日にはソフトバンクと交渉。広島は最後の24日だった。古巣への愛着、年俸3億円と囁かれた鷹の資金力。不利と思われたが、新天地に選ばれ、びっくりした。頭が真っ白になった。どういう風に、新横浜駅に、降りてどう改札に入ったのか覚えていない、と夢見心地だったことを明かした。熱意が伝わった、秋山がこだわる日米通算2000安打、残り524安打、を配慮して、3年総額4億円規模の条件を提示。尾形、丸が背負った背番号、9、も提示したと見られる。約2時間の交渉で鈴木が米大リーグカブスへ移籍し、西川も故障離脱中で外野のレギュラーが空いていることを説明。野球に取り組む姿勢が若手のお手本になるとして、カープにとって大きな財産になるなどと熱く語りかけた。これで開幕から悩みの種だった、外野のレギュラーと一番打者という2つの穴を一気に埋められる。迎え打撃コーチは、体が大丈夫なら、早く来てほしい。待てる余裕はない、と早期の合流を熱望した。打順は、1、3、4番、かな。コンタクトする能力が高く、日本にいる時は本塁打も数多く打っていた、と上位を任せる意向だ。2017年ワールドベースボールクラシックで共に戦った菊池亮や田中宏ら気心の知れた選手がいることも、後押しになった。同本部長は、後ろに応援団がいた。彼らが一生懸命動いてくれたのだと思う、と働きかけを示唆した。今週中に正式契約し、会見する予定。安打製造機の加入で、上昇気流に乗る、柏村翔。秋山翔吾、秋山翔吾、1988、昭和63年4月16日生まれ、34歳。神奈川県出身、横浜創学館高から八戸大、現八戸学院大を経て2011年 D3 位で西武入団。15年にプロ野球記録のシーズン216安打をマークするなど首位打者1度、最多安打4度、ベストナイン4度、ゴールデングラブ賞6度。NPB 通算1207試合で打率30万1116本塁打、513打点。20年に FA 権を行使してレッズ移籍。今季開幕直前に自由契約に、15年プレミア12、17年 WBC 日本代表。183センチ、86キロ、右投げ左打ち。既婚。